経済産業大臣の林でございます。ソフィアン・ジャイル国家開発企画庁長官、二階日本インドネシア国会議員連盟会長、並びに国土強靭化調査会長、西村エリア事務総長、並びにご来賓ご列席の皆様、本日は盛大に国土強靭化シンポジウムが行いますことを大変喜ばしく思います。2011年の東日本大震災の際にはインドネシアをはじめ ASEAN 各国に義援金や救援隊の派遣と多大なご支援をいただきました。このご支援に対しまして改めて心から御礼を申し上げます。日本とインドネシアは地震や火山が多いという共通性を持つ国です。本日両国が協力してアジアを強靭な地域にしていくための方策についてこのようなシンポジウムが開かれ議論されることは非常に意義深いことであると思います。今回このシンポジウムがエリアの支援により開催されることは重要な意味があると思います。経済の発展と国土の強靭化が表裏一体の関係であることを示すものであるからです。安定的な経済成長を達成するためには自然災害をはじめとしたさまざまなリスクを最小限に抑えるとともに万が一このような事態が発生した場合でも経済活動を継続できるだけのしなやかさを兼ね備えることが何よりも重要であります。特にエネルギーの安定供給の確保は経済の強靭性の根幹であります。日本では2011年の東日本大震災の経験を踏まえ災害時でも石油製品を出荷できるよう製油所の強靭化や社域に石油を供給する計画の策定などに官民一体となって取り組んでおります。アジア諸国が急速な経済発展を遂げる中エネルギー安全保障は日本のみならず ASEAN 諸国を含むアジア地域にとって重要な課題です。その意味で先週の IEA 閣僚会合でインドネシアが準メンバーとしてこの IAEA に参画したことは大変有意義でありまして歓迎をいたします。先週の APEC 閣僚会合では LNG 市場の柔軟化を含めたガスセキュリティの重要性について私から指摘をいたしました。閣僚会議も考え方の一致をいたすものであります。今後東アジアにおいてエネルギー安全保障を高めるための取り組みが進むことを期待しているところであります。またエネルギーの安全保障と並んでサプライチェーンの強靭性の向上も極めて重要でございます。サプライチェーンがグローバル化する中一国の自然災害は世界中の経済活動に大きな影響を及ぼすようになっています。東日本大震災の際自動車用半導体の工場が被災したことによりまして世界中の自動車生産に大きな影響を生じたことは記憶に新しいところであります。サプライチェーンの強靭化は一国ではなく地域全体で取り組まなければ十分な効果を見ることはできません。APEC では日本のイニシアチブによりグローバルバリューチェーンの強靭化向上のため東日本大震災やタイの洪水における企業の取り組み事例を中心に APEC ガイドブックが取りまとめられ先週の APEC 閣僚会合で高く評価されたところであります。日本といたしましてもこのガイドブックに基づき各国で対応を進めていただけるよう来年に日本で
能力構築セミナーを開催をいたします。また各エコノミーへ取り組みを実践するにあたって専門家の保険などの協力をさせていただきたいと考えております。このようにさまざまな分野での強靭性を向上させるにあたって技術は大きな役割を果たします。理解会長が指摘をして勉強会を進めたわけでありますけれども、その一つが宇宙技術であると考えます。すでに日本の提唱により災害時にアジア太平洋各国の地球観測衛星の画像を共有する取り組みが開始されています。アジア太平洋の宇宙機関が衛星画像の共有を行い、災害の被害の軽減に取り組んでおります。また測位衛星を用いた協力にも大きな将来性があると考えております。2018年度には現在我が国が整備を進める準天頂衛星システムのサービスが東南アジア地域でも開始されます。このシステムを用いることによりまして、現在の GPS の10メートルの精度が数センチメートルまで高まり、高精度測位による地殻変動の観測や津波の事前検知の能力を大幅に向上させることができます。我が国としてはこのような幅広い宇宙技術を通じてこの地域の国土強靭化に貢献していきたいと考えております。本日のシンポジウムは日本とインドネシア、さらにはASEANの国土強靭化に向けたさらなる協力の基礎となりますことを記念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。